副甲状腺機能更新症とは過剰に副甲状腺ホルモンが分泌されることにより起こる代謝性疾患、上皮固定機能更新症とも呼ばれる。副甲状腺の異常を原因とする原発性、副甲状腺機能更新症とカルシウム代謝の破綻を原因とする二次性、副甲状腺機能更新症とに区別される。副甲状腺の選手、がん。 家形性を原因とする副甲状腺ホルモンの過剰分泌が主な原因。退院、低調性多尿、骨密度の低下、膀胱血石などを示す。高カルシウム血症、低ン血症及び高窒素血症を伴わない血性、PTH 濃度の上昇、石灰沈着、アルプの上昇などの初見より診断する。外科的処置以外に根治させることはできず。 副甲状腺の適質が適用される。カルシウムとリンの摂取量の不均衡、ビタミン D の不足を原因とする低カルシウム血症により副甲状腺が刺激されることを原因とする。血清、PTH 濃度の上昇、骨密度の低下、皮質骨の肥白化などの所見が認められる。骨疾患が存在する場合は、アルプの上昇が認められる。治療は適切な栄養管理。 骨疾患がある場合は運動制限を必要とする。腎疾患によりカルシウムの尿中への喪失、ビタミン D 酸性の低下により、低カルシウム血症となり、副甲状腺が刺激される。多飲多尿、慢性腎不全症状などを示す。高窒素血症、高臨血症、血性、PTH 濃度の上昇、骨密度の低下、皮質骨の批白化などの所見が認められる。 長期人工透析患者における合併症としてよく認められる。治療は腎不全の改善とともにカルシウム剤の添加、ビタミン D 代謝産物の投与、リンの摂取制限を行う。犬で多発する。ありがとうございます。